岡山県の一般会計補正予算案は総額およそ1億3600万円ですこのうち125万円は JR 芸美線をめぐる国の再構築協議会が実施する調査事業の岡山県の負担分です調査事業では町づくりや観光振興の観点などから芸美線の地域経済への波及効果や 今後の需要喪失の可能性、利用者が減っている要因などを調べます。このほか、予算案には岡山空港の台北線の増便などに伴う運行支援に3000万円ほどを計上しています。9月定例岡山県議会は来月4日まで開かれます。